皆様こんにちは、磯子 BA 時のお時間です。この番組はビューティーアドバイザーでありモデルである私磯子が経験の中から培った美容と健康法をお伝えしつつ、多彩なゲストの皆様をお迎えして美しい年齢の重ね方をご提案していく番組です。最後までご覧ください。では磯子のワンポイントアドバイスです。今日はですね、私は毎日お味噌汁を食べているんですけれども、皆さん青さって結構食べられてる方いらっしゃるかなと思うんですけど、私は大好きで、結構お味噌汁にたっぷり入れて青さお味噌汁っていうのを1週間に何回か飲むんですけれども、この青さっていうのは食べて健康に、そして免疫力をアップして、ビタミンミネラルが豊富って言われてるんですけれども、なんと結構骨をね強くしたいということで牛乳を飲まれてる方多いと思うんですけれども、牛乳の8倍、ありまして、あとほうれん草の2倍取れるということで、結構ね簡単に取れて美味しくいただけますので、ぜひですね皆さん1週間に1回か2回、もうねお味噌汁を作っていただいて、青さを入れるだけで簡単にお味噌汁が取れますので、美味しいお出汁を取っていただいて、そして青さを入れていただくだけで、もう美と健康にもってこいなので、ぜひ皆さん楽しいお試しいただけたらなと思います。では CM をご覧ください。キッズのためのタレント養成所、シャナラキッズアカデミー。シャナラ TV でのレギュラー番組出演プラス、ボーカル、モデル、演技、ダンスなどの充実したレッスンでキッズの魅力を本気で引き出す新発想のタレント養成所、ついにオープン。オーディションへの応募方法はシャナラキッズで検索、フォーム、メール、郵送にて応募できます。できるキッズはここから。シャナラキッズアカデミー。皆様お待たせいたしました。本日のゲストは服飾デザイナーのルーパーさんをお迎えしております。どうぞ。こんにちは、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、はい、長年お友達で仲良くしていただいてて、はい、今日はね、いえ、ずっとご出演していただきたかったんですけれども、服飾デザイナーのルーパーさんで、はい、ちょっと自己紹介をお願いします。服飾デザイナーは最近1年ほど前から本格的にやり始めたんですけども、もともとパフォーマーとして、そうですね、10代の頃から活動してまして、私たちの頃は仕事ってなかなかね、給料がそうね少ない世界なので、そこから自分たちの服を作りたいなということで服を作り始めたのがきっかけなんですけども、それから20年経ってデザイナーとして胸を張って ね着ていけるようになって、やらせてもらってます。そうですよね、パフォーマーは私はもうしょっちゅう見に行かせていただいてたんですけど、お洋服もね、ずっとご自身で作られてて、もう素晴らしいんですけれども、本当にパフォーマーってドラッグクイーンって言うんかな。そうですね、今でもテレビとかだと今はもうドラッグクイーンって言葉がなかなか浸透しないかってするので、女装家って言われてますね。女装家、女装家ですよね。それで、女装家だったら分かられると思うんですけど、メイクしてね、ダンス踊ったり、いろいろして舞台に立たれて有名な方なんですけれども、今ねデザイナーとして、本当に素敵なお洋服を作られてるんですけど、まあね、シンプルなお洋服から舞台衣装までたくさん手掛けられてるんですけど、このねお写真なんですけれども、シンプルなワンピースで、こちらはですね、その衣装とかを見ていただいた方から、お仕事をいただくようになりまして、ちょっと特殊なんですけど、こう衣装から考えると特殊なんですけど、これはエステとか歯科医さんとかの、看護服をちょっとデザインしてくれないかっていうお仕事をいただきまして、ちょっとやらせていただいた素敵、一点なんですけど、黒と白と、そうなんです、黒と白でやらせてもらって、これいいですね。なんかここに何か切り替えがあって、そのなんかね、やっぱり結構その働いてる子たちからの要望で、ここのボールペンとかを結構刺してるんですよ。で、なんかこのペン跡がついちゃうから、ちょっとどうにかしてくんないかとか、あとこうやってる最中にね、どうしても女性らしからぬ足を開いてしまうとか、っていう要望をね、いただ
はい、デビューさせていただいて、足を開いても大丈夫のように、になってるんですか、はい、キュロットタイプみたいになってるんですか。またはね、スカートなんですけども、開いても落ちるようにデザインして。すごいですね。うちのスタッフにも作ってもらおうかな。ピンクとか可愛いじゃないですか。うちも制服なんで。あ、主人の。あ、そうです、ね、はい、可愛いですね。はい、でまあこういうユニフォーム、はい、なんか考えられないですね、あの舞台の衣装をいつも見てたら。そうですね、だからすごく、うん、あのいただいた時にちょっと不安なところもあって派手にすることは、ね、結構ほらそうね、できるものね、なんかできちゃうんですけど。派手好きじゃないですか、キラキラしたりこう舞台で見せるっていうのが主だったから、はい、シンプルすぎて。そうなんですよ、なかなかデザイン持っていってもちょっと派手すぎちゃうとか言われたりとか、ここはね、いらないとか。でもその、やっぱり制服でやっぱ女の子が、はい、こうやっぱりちょっといろんな格好をして、病院だったらこうちょっとやっぱり足を開けてしまったり、はい、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、はい、ぜひね、もううちだけの一点もんでこういうものを作りたいっていう依頼は、はい、ぜひルーパーさんのね、ところにね、はい、ご要望していただけたら、はい、いろんなあのデザインを作ってくれますので、あのご飯屋さんでもね、こうシンプルな感じでこういう感じって言ったら作っていただけると思います。ぜひね、あのお問い合わせしてみてください。で、あの次のねお写真なんですけど、これね、はい、これはまた素敵な、これはどういった、これはもうあのどちらと衣装に近い感じの。そうですね、はい、仕事いただきまして、やらせてもらって、ちょっとあのユニセックスな感じで、はいはい、まあ、男子、男の子でも女の子でも使い回せるような感じ、うん、はいはい、っていう要望だったので、ちょっとあのシースルーでね、あれなんですけど、まあ男の子でも女の子でもいけるかなと。男の子ね、はい、ちょっとあの今ほらちょっとフェミニンな感じとかね、そうですね、増えてるので、それをイメージして今ね、はい、なんか時代変わりましたよね、服装も。もう男と女の垣根があんましないですね、はい、あの子誰でした、今あの男の子で、あ、リューチェル、ルーチェル、ね、ルーチェルもこういうのを着るんじゃないですか。似合いそうですけど ね、はい、だからなんか今男の子と女の子の境目がないっていうか、うん、ユニークセックスでいいですよね。そうなんですよ。で今ほらちょっとカジュアルが、はい、流行ったりとかはするんですけども、ちょっとこういうモードっぽい感じも、はい、また浸透していけるればなぁ と、ね、これは全部デザインして、はい、で縫うのも、縫うのもこれはあの自分でやらせてもらう。すごいですよね。なぜそれができるのか私にはわからないです。好きこそものの上手、はい、誰かしらね、ですけどもね、いやこれ可愛いですよね。でこういったデザインもされてて、はい、あとこれねオレンジめちゃくちゃ可愛い、はい、これはこれはあの同業のドラッグインの方、女装家の方で、はい、マダムココさんという方がいるんですけども、マダムココさん、はい、この方がちょっと大きなイベントに出るということで、はい、衣装の依頼をいただいた時に、ココだよなと思った時に、はい、ここの、ま、怒られちゃうのかなこれ、ココシャネルをイメージしたんですよ、はいはい、でココシャネルの香水の瓶が、はい、ありますよね、うん、歩いてたら可愛いなと思って、うん、ちょっとここシャネルの香水瓶をイメージして、はい、作らせて、でこれで舞台に立たれたんですか。そうですね、あ、可愛いですよね。だからもうオリジナル、そうですね、もうなんかシンプルな制服からいろんなものまで、ね、で今舞台 の、 あのお洋服とかも作られてるんですよね、はい、どういった感じで。今はあの、まあ、自分の衣装も これはね自分の衣装なんですけども、はい、司会なんですけど、はい、今いただいてるのは和太鼓のチームの、また全然違うじゃないですか。そうなんですよ。だけどやっぱりなんかその僕がやってって踊ってるのを見てくれて依頼をいただいてるので、僕の色は出させてもらいますよ。そうね、はい、そこどんな感じになるかはすごいわよね。そうなん、楽しみなんですけども、そのチームは寝屋川の方で活動しているサスケさんという、はいはい、和太鼓チームで、結構ね、あのなんだかな、映画の、忘れちゃったなんかね、その、結構有名な映画があったんですけど、その和太鼓のをやったりとか、はい、若い方ばっかり、いや、40歳代かな。でも今和太鼓もすごいパフォーマーで、
すごい舞台で、はい、舞台衣装がすごいみんな派手になってきてるから、はい、いいんじゃないの、はい、タオさんとかね、はいはい、星野純子先生が、はいはいはい、この間のやつも言ってたりとかね、ルーパー先生もこれから私もなんか衣装を作ってもらおうと思いますけど、いつもねルーパーちゃんの舞台見に行ったら、はい、私すごいいつも可愛いお洋服ばっかりで、これもねすごいですよね、舞台出られてる。あ、そうなんです。これここどうなってるんですか。ここはあのファーで、ファーで、はい、袖だけを作らせてもらってて、装着可能なんですよ。あ、取ったりつけたり、はい、取ったらまたこれノースリーブになって、でパカッとつけたり、これもご自身で、ご自身で、はい、そうですね。メイクもご自身で、そう、メイクもやらせてもらって、もうすごいんですよ、踊りもね、メイクもね、綺麗、綺麗わ、自画自賛で、どなた？これ僕なんですけど、はい、これメイクに何時間？これはメイクにそうですね、1時間半か2時間ぐらい、ね、すごいんですよ、私。楽屋もね訪れたことありますけど、あの女性の方より美意識がすごいですよね。いくつからメイクされてるんですか。僕がやり始めたのは19歳からやり始めて、はいうんはい、なぜそういうのしてみようと思ったんですか。その時代って、はい、あんまりされてる方は少なかったと思うんですよね。そうですね、はい、でこれこの話もあれなんですけど、ええ、今ねテレビで活躍してるナジャさんがね、はいはい、あのその当時から仲良く、ねうん、させてもらってて、うん、お家に帰ったら、うん、自分家ですよ、はい、ナジャがね僕の家でメイクしたんですよ。え、ナジャが、ナジャがルーパーちゃんの家で、うん、ナジャがメイクしてたの。なんかあの人もともとスーパーモデルとかが好きで、はい、でなんかちょっとやってたんですよ、何やってんの気持ち悪いみたいな思うよね、家に帰ってナジャさんの素顔しか見てないのに、いきなり化粧してたら、うん、びっくりするよね。そう、うん、でそれで、うん、なんだかんだとこう、まあ、仲良くしてるうちに、うん、あじゃあちょっとやってみようかしら、うん、楽しそうに見えてきちゃう、うん、でやり始めたのがきっかけで、あ、はい、それが多分ナジャさんが家に来てしてなかったら、はい、今はないかもね。今はないと思います。すごい出会いですね。うん、いやそれから、そうなんですよ、すごいね、はい、もう何年も、何年かはね、言うと年が私も年を取ったわ、ね、綺麗で、いやもう初めてお会いした時ね衝撃やったもん。なんかもう本当にあの追求心がすごいっていうか、うん、ナジャさんも今はね、うん、なかなかもうちょっと遠い方になってしまいましたけど、ね、やっぱり皆さんねすごい美を追求して、あと服の見せ方とか、その女性よりこう見せ方をよく知ってるっていうか、私もこうモデルをしててやっぱ見せ方ってすごい勉強になるんですけれども、うんはい、やっぱ舞台でいかにこう自分を見せるかっていうのをよくご存知で、メイクもであの服もっていうことで、だから全部女性よりも女性心が分かってるっていう。そうです、女を勉強してるんですかね、どっかで。やっぱり絶対そうだと思います。気がつくし、うん、だから本当にね、あのメイクもすごい学ぶところが、今ねすっぴんでこうちょっとあのあれですね、あのこうこんな感じに変わるので、あの本当にあのこれからねメイクレッスンもね一緒にしていくんですよね。はい、あの結構やっぱりパーティーに行ったり、あの今東京でね、その女装家の方がメイクを、はい、あのレッスンされてる方多いんですけど、うん、ぜひルーパーさんにもということでね、関西で、はい、やっていきます。あの女性の方がやっぱり眉毛の描き方もそうなんですけど、うん、あのその女装家の方って大概の方がつけまつげはつけられてるんですけど、あのメイクを取るとね、またあのこのように変わってメイクをするとこのようにっていう感じですけど、まつげのつけ方が難しいって言われるんですよ、つけまつげの。つけまつげが、ええ、やっぱりつけまつげいいですか今。ええ、もう言ってください。やっぱりつけまつげをつけるってやっぱよく見てて思うのは、うん、つけまつげが浮いちゃってるパターンが多くて、うんうん、あのやっぱアイラインを勇気を出してもう少し引くべきだなと。そうですね、やっぱりこのまつげって後からつけて、なんて土台があるじゃないですか、はいはいはい、あれ黒いじゃないですか、はい、なので
それをつけるんだから、アイラインをもうちょっとしっかり引いて、そうですね、境目を分からなくさせるっていう。分かります分かります、うん、離れてる人とか、ね、ちょっと上についてる方とかです、ね、あの、うん、本人さんは綺麗につけてはると思ってはるんですけど、まつげの上にちょっと空いてまたまつげがあるみたいな感じですね、うん、だからそこを埋めたらいいし、うん、つけ方もできたらキワキワにつけた方がいいけど、うん、やっぱり私の周りでも、うん、あのつけるのが難しいし、はい、エクステはやっぱりなかなか、うん、あのつけに行くのがめんどくさいので、つけまつげナチュラルとかパーティーの時はちょっとはっきりつけたいっていうことだけど、もうたまにしかつけないから、うん、それとか途中で浮いてきたり ね、はい、ね、するので、ぜひね、そのまつげ、はい、簡単につけるレッスンとかね、あとやっぱ方便の入れ方とか、やっぱりあの眉毛とこの目力がしっかりすると、あとはナチュラルでも大丈夫ですもんね。なんか女性をいろいろ見てて、どういうところを 気をつければいいとか何かありますか、メイクの点で。メイクの点で、でもやっぱり眉頭ですよね、うん、ね、はい。今ほらクラブで踊らせてもらったりとかしてて、はいはい、若い子たちに会う機会も多いじゃないですか、うん、女の子たちに、うん、でやっぱりこういやーって寄ってきて、はい、聞かれるのはやっぱり眉毛の描き方。そうですよね、まあ、つけまつげもしっかりなんですけど、やっぱり眉毛の描き方が自信がない女の子が多くて、まあその時はレクチャーしてあげるんですけど、はいはいはい、私のこう、私ウォーキングとかもレッスンしてるんですけど、うん、やっぱり皆さん細眉であったり、うん、で昔はアートを入れたので、アートメイクのまんまでそのまま短いまんまだったり、うん、足すことをしない方が多くって、うん、であの今ちょっと太眉じゃないですか。そうですね、もうナチュラル自然眉、ね、自然眉で細いのって、はい、もうね40過ぎると老けて見えません。そうですね、うん、やっぱりちょっと太眉の方が若々しい感じで、で、あの髪の毛が茶髪なのに眉毛だけ黒かったり、そうで髪の毛が黒いのに眉毛だけ茶色であったり、なんかそのバランス的なものが、そうで、あのやっぱり眉毛ってあの顔の額縁やもんですね。眉毛さえしっかりしてたら顔って引き締まるっていうか、写真を撮ってもで細眉だったら写真撮ってもやっぱり飛んでしまうじゃないですか。でそれさえできれば、あとは口ね、綺麗に描くって、はい、でも大概ね、ルーパーちゃんね、はい、あの皆さんやっぱりあの口紅塗るときってちゃんとこうあれで描くじゃないですか、あの筆で、はい、当たり前ですよね、まあ、そうですね、大体描かれない人もういきなりはでしょ、はい、女性の皆様に言ってあげてください。結構あの筆を持たれてない方が、女性は結構しっかりいっちゃうから9割ぐらいいらっしゃる、持ってない。で眉毛を描く時もあのだいたいシャドウで描いて、うん、あとペンで描いたりするじゃないですか、うん、だいたい1種類で終わるとか、口もリップグロスで終わるとか、だからちょっと手抜きな部分が女子力としてちょっと欠けてるかなっていうのがあってそういうところが分からない方が多いので、ぜひね、はい、そのレッスンで、まあ、舞台メイクもできればナチュラルでもこの眉毛の描き方とか、うん、これからルーパー先生が服もですけれども、あのメイクのレッスンもしてくださるので、ぜひこれから告知ねしていくので、はい、ね、お願いします。あのウィッグもね、いろいろありますもん ね、 そうですね、ウィッグかぶってかぶり方とかもね、やっぱり、はいはい、そう、結構皆さん、ね、そうウィッグもいろいろかぶられてるんですけど、これもウィッグかぶられてるのかな。はい、これもウィッグかぶって、ね、はい、自分でいろいろ持たれてますもん ね、 そうですね。私もあの今日はここではお出ししないんですけど、あのルーパーちゃんのウィッグをかぶって笑けるような感じになったことあるんですけどまあこのぐらいの前髪で ね、 ね、まあ、あのイソネームも素敵だなって思いました、ね、はい、もう何をされても、はい、あの大丈夫なので本当に自分が変われるっていうか、あの普段の髪型といきなり切ったりするのは、はい、あのね、チャレンジだけど、うん、ウィッグをかぶってみていろいろこういうのが似合うんじゃないっていうのとか、あと服 の、 あのトータルのね、コーディネートもプロなので、ぜひね、トータルでレッスンを
していただけたらなと思うんですけれども、あのルーパーちゃんはあの、まあ、月に1回、はい、今舞台も立たれてて、そうです、ね、今度10月29日29日、はい、ちょっと告知をしていただいてよろしいですか。毎月最終土曜日なんですけども、はい、ルネダはクラブピカデリー、昔は映画館だったんですけども、はい、クラブになりまして、そちらの方であの月に1回最終、今のところは土曜日なんですけども、はい、ちょっと変更があるかも分かりませんけど、はい、月1やらせてもらってます、うんうん、あとはどんなことを、まあ、合間合間に、はい、みんなが来てきただろうなって頃に出て行って、はいはい、お立ち台の上で、それはあの先ほどの写真の、あ、そんなあの感じで、はいはいはい、やらせてもらってます。いや素敵ですよね。1日何回ぐらい立たれるんですか。1日でだいたい2回から3回はいなんですけど、はいはい、もうぜひね、あのこの先ほどの写真のルーパーさんに会えるってことですね、はい、そうですね。衣装もまたいろんな感じで違う感じで、髪の毛も変えて、ねえ素敵ですよね。あとは何か、あとはドゥーズカフェというところで、はい、結構最近はいろんな方に知ってもらえるようになって、はい、ドラッグクイーンという女装家というものを、はい、結構ね有名になってきてるんですけど、はい、梅田戸賀野町というところにある、はい、ドゥーズカフェで、そちらはもう本当にショーとしてやらせてもらってるんですけど、はい、リップシンク、口パクの口パクの、はい、招待もさせてもらってますので、はい、こちらはあの僕がいる日も不定期なので、はい、ドゥーズカフェで検索していただいて、はいはい、でそこはあのどんな感じのお店なんですか。普段はダイニングバーで、はい、ご飯を食べながら、はい、私たちがあの例のママがいらっしゃるのかしら。あ、そうなんです。あの着物を着られた、もともと和食カップルで、ね、はい、修行されてたお方、はいはい、その方も皆さん男性ですもんね。そうでも着物を着られて、で値段もリーズナブルなんですよね。そうなんです。大体いくらぐらいでお食事できますかね。まあ食べるものにもよりますけど、大体1人3500円から、はい、と考えていただければ、はいはい、であのショーも見れて、ショーも見れて、ね、あの素敵なので、ぜひ皆さんね、はい、あの絶対面白いと思うんですよね。あのちょっと行くところがないわとか、うん、面白いとこ最近ないなっていう時はぜひね行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではまたね後半に素敵なお話をしていただこうと思いますので、一旦コマーシャルをご覧ください。スタジオセブンカラーズ、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で様々なご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索、スタジオセブンカラーズ。はい、素敵なね、お話をしていただいて、はい、あのまあ、あのメイクをされるので、はい、あの普段こう女性の方々にメイクでちょっと気をつけてほしいところとか、あとちょっと髪型のこととか、うん、何かちょっとルーパーちゃんがこうワンポイント簡単にできることとか、うん、ちょっとなんかあのお伝えしていただけたらなと思うんですけど。やっぱりあのメイク落としですよね、はい、やっぱり、まあ、するのは皆さんするんですけど、はい、落とすのが結構そうよ ね、あの面倒くさかったりもするのは分かるんですけども、はいはい、私たちもねお酒飲んで仕事したりする時もあって、ええ、そのまま寝ちゃう時もあるんですけども、ええ、やっぱり落とすことをおろそかにすると、ええ、やっぱ肌がそうですよね、痛みはすぐ出ますよね、うん、結構濃くメイクしてるんですよいつも。私たちはそうです ね、だから落とさないと、はい、男の人って肌強いって言うじゃないですか、まあ、はい、いやでもやっぱりやっぱり、はい、酸化しますから、はい、そうですね、油なの、油を塗ってるようなものなので、ね、酸化しちゃうんだ。だからあれですよね、あの拭き取りで落とすやつだけじゃなくって、うん、しっかりクレンジングで落とすのが、ね、油で落とし、油で落としたのがいいっていうことで、はい、でも必ずそれと、うん、まああのとりあえず寝るときは落とすことだけはやりましょうっていうこと、はい、あと日頃なんか気をつけてる食べ物とかなんかあります。和食が多いよね。和食が多いです ね、油物をあまり取られず、この体型維持はどうされてるんですか。あ、でも私はね結構ね炭水化物も、最近はね豚肉を、豚肉、あの今ね皮付き、皮付き、なぜ皮付きの豚肉、プルンプルンがなんかいい気がする。あ、
あとあれトランポリンもしてるでしょ。トランポリンされてるんです。トランポリンで、あの体型維持ですよね。飛んでるんです。うちの近所でトランポリン飛んでらっしゃるんです。アベノで飛んでます。アベノで飛んでるのでそれがあの一つの体操よね。あ、そうですね。週に1回、はい、週に1回、はい、トランポリン、はい、トランポリンって結構難しいんですよね。そうなんですよ、ね、くるくるしてるの。いや、くるくるはね、あの段があるので、検定受けてからじゃないと。今はどんな感じで。私はひたすら飛ぶという意外とやっぱね、オカマだからの運動神経がね、はい、ハイヒール履いてると動けるんですけど、はい、でもあれ難しいよね。難しいです。あの多分体幹が、体幹がね、私も舐めててやったんですけど、はい、あのちっちゃいトランポリンありますよね、はいはい、あれ怖くて。え、磯根とかも体幹しっかりしてるからね。でもトランポリンね、よくアベノで飛んでる人見ます顔だけ出てる、はい、やってるんでしょあれは誰でも入れるんですか。あれはでもね、そう、残念なことに、はい、ちょっとあの阪神かな、あれ阪神ですか、はいはい、からなんかね、ちょっと出て行ってくれないかと言われて、年内にいっぱいなので、じゃあまた違うとこ探さなきゃいけない。探さなきゃいけないんです。もう、まあ、トランポリンとかあったら教えてほしいよね。はい、だからトランポリンで若返りをね。そうですね、私はボクササイズをして、はい、まあだから気をつけられてるっていうことで、はい、まあ、私たちね、いつも集まったら美容情報とか、なんか若返りのこととかいつも言われてるんですけど、本当にね、何でも詳しいので、あのいろんなところでイベントされてるので、あ、ルーパーちゃんテレビで見たのでこんなん教えてくださいって言ったらすごい優しく教えてくれるので、ぜひあの気軽にね、声をね、かけていただけたらなと思いますし、はい、10月29日ぜひ皆さんピカレディでお待ちしております。今週もお届けいたしました、いそこ美瑛寺、お楽しみいただけましたでしょうか。美と健康についてのご質問や番組に対するお問い合わせは Facebook ページいそこ美瑛寺までお問い合わせください。この番組があなたにとってビューティーエッセンスになることを願って、来週もぜひご覧ください。本日のゲストは服飾デザイナーのルーパーさんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、またね、皆さんイベントで、はい、そしてお洋服の依頼もぜひ受け付けておりますので、はい、ぜひルーパーさんまでよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。